gon' kick it with all the homies. My one piece of relief, I be needing the ones that know me for real. I used to love Saturdays, them was my energy pill. Cartoon and cereal time, it ain't take too much to live. My 20s been a good time, I wish they never would end. But I would give up my prime to be a kid again. But my thoughts ain't safe. How can I not be good for my health when it's my own space? They give no grace, I show no face, share no location. Them throwback plays back on my station. To a time when R&B was by love still, and I had a clear mind and still knew how trust feel. Still my head spinning 1,000 an hour. If you're still around, come get showered with flowers. Cause I can't miss a moment no more. I claim this day that I won't take your seconds for granted, not this way. すいません、ありがとうございます。これダメだ、いきなり始まりますから、これダメだね。今日は忙しいところ、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。ジョイライドの西田さんです。ジョイライドの西田です。どうですか、率直な感想。すごく乗りやすい。乗りやすい、すごく乗りやすいで、サスペンションにしてもブレーキにしても全てのレベルが非常に高い感じ。まあ最近のバイク、どこのメーカーも結構ね、そういう傾向はあるけど、例に漏れず非常に高いバランスでよろしいんじゃないかと。なんか気になるというか、ここ
ちょっと自分が乗るならこうするなみたいな。もうデンスロだね。デンスロのその回路に対してのこう、うん、エンジンのついてくる具合の調整が、うん、インジェクションチューンとかのあれ一緒にできるんだったらめっちゃちょっとやっぱタイムラグが慣れればいいんだろうけど、うん、前平後再加速とかあとは発進時からグッと上げていく時とかの感覚がちょっとまだ慣れないなっていう。多分それは乗りやすくするためにあえてワンテンポを遅らすんだろうけど、キャブ乗って普段ねキャブばっか乗ってからするとちょっと不自然だから、そこがハーレーはそれできるから、うん、そういうのがインデクション中のゲークをいじれるんだったらよりこういいんじゃないかな。え、ハーレーの電子スロットっていじれるんですか？そのいじれるはず、うん、レスポンスのとこインデオンいじれるかもしれない。多分ね、うん、フルコンでやればいじれるはずなんだけど、あれで1900くらいの排気量、うん、100馬力ぐらい、100馬力ぐらいかな、116キュービックインチ故障でしょ。うんうんうん、だから実質の工軸はそんな出てないから。あ、ただまあそこ以外のスポーツボードとノーマルと、はい、試したんですか？試した、ちゃんとスポーツボードだけでいいって言ってるじゃないですか。うん、いや一応ノーマルモードも塗っとかなきゃなと思って乗ったけど、はい、まあまあ穏やかな感じで乗りやすさです。ただそのだからちゃんと差がしっかりあるから、はいはいはい、まあまあ乗ってる人はね変えればしっかりこう違いが分かって楽しいかなっていう。いやー、あれはなかなか。お客さんで来たらどうします？インディアン、はい、やんないレース目的だったらどうします？お客さんのじゃないです、自分で。あ、だってちょっと考える考える、うん、自分でレース目的でやるんだったら俺はあのバイクベースがいいから。スポーツチーフ？うん、あのまあいやチーフベース、はい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 、うん、FTR じゃなくて、はいはいはい、レースの頭で考えると、うん、まああれはもうただのベースなだけです。前後足回りとかも全部変えて、まあ車高的に変えざるを得ないよね。あ、うん、低すぎる。まあ絶対吸っちゃうから、多分その際あの手のバイクみんなそうなんだけど、もう何よりバンク角確保が最優先、うんうんうん、そっからその、ね、ステムオフセットやなんやかんやってこういじってくんだけど、まずはバンクできないとね話にならないから、そうまずは足を長く前後足を長くして、でこうリアのこうチェーンにしろベルトにしろ垂らした分だけ不具合出るから、それがどこまでがいけるのかとかを見てから。あれ、日本のレギュレーションは叶うんですか？出るってなって俺が FXR 出てるクラスは出れる。出れるんですか？うんうんうん、だから全然あれベースに出ようと思ったら出れるんだけど。面白そうっすね。そうなんかね、 FTR は絶対速く走れるから。あ、そうなんですか？だってホイールベースも短いし。あ、短いし。あ、さっきのあれと一緒ですね。 FXR の話と一緒。そう、もともとスポーツスターじゃないけど、ちょっとそういうスポーツ走行は想定されたシャーシじゃん。うん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 、なんかね、どうもそれを乗って速く走る方には興味がないそしたらああいうベースとしては成り立ってないような方の方が、そうビッグツインって言われてる方のサイズを自分でこう結局いろいろ変えなきゃいけないから、はいはいはい、こっち側のねものが問われるじゃん。そういう方が問われる。そうだ、 FXR は単純にあのバイクが好きだからあれにこだわってるけど、あれでやり続けていく中で、うん、一回 XR1200 乗ったのね、はいはい、乗りやすぎちゃってあ、これダメだとこっち慣れちゃって、あの最近のやつですね、最近のスポーツスターみたいなやつです、うんうん、あっちベース でポンってタイムも、その当時ね、その当時のタイム FXR のベストポンって軽く越してしまったので、FXR に乗り換えた時にものすごい違和感が出て、あ、これダメだ、やめようと思って。多分速く走りたきゃ当然あっちでやる方がいいんだけど、はいはい、単純にそこだけね、結局アマチュアライダーだから、はいはい、そこに別に賞金が出るわけでもなしってなると、なんかこう自分のテンション上がったりっていうのが一番だからそうなるとあの FXR 好きなね、 FXR とバイクでこうどんだけ速く走れるかっていうのをやる方がテンションが上がる。じゃ
じゃあそれがもしかしたらインディアンだったらまたちょっと味変わって、はい、うん、でまあ俺ちょっと今パーメリカでレースやろうと思ってるまた変わったことを。そうっていうのが XR1200 はやっぱり2010年ぐらいのもんだよね、はいはい、全体が、はい、だからまあ今のバイクに比べちゃうと、はい、劣る場所が当然。ただ誰かがレース始めたいって言ったら XR1200 をパッケージにするのが一番エントリーしやすくて一番戦闘力が高い。だけど今後を考えるとちょっとパンアメリカが非常に俺的には魅力そこの一個にインディアンっていうアイデアもあった。一瞬ね、そうだから選択肢としてはだからチーフベースでやってくれって言われたら、うんうんうん、ちょっと本気で考えようと思った時期はあったんだけどちょっとね今この状況でじゃあね今作りたいレーサーいっぱいあって乗るの俺しかいないのにレーサーばっかり年々増えてるからで1日1、2レースが限界でしょ、レース作ってもレース出れないなと思って。そうですね、1個1個変えるのもめんどくさいですもん。で1個はもう旧車カテゴリーじゃないとレーススケジュール的に出れないから、そうなると俺のこうバシッ1本速い方って決めたらそれはね、はい、FXR を乗らないでそっち乗るみたいなチョイスになっちゃうから。え、今はレースだと全部一等賞ですか？いや、そんなことないよ。この間 FXR 3位だった。それ何クラスってやつですか？それね、MAX 4クラスって言って、はい、基本は外車2気筒、外車2気筒が MAX のレギュレーションなしみたいな。何でもありで縛りは一応外車2気筒。ただもう最近外車2気筒っていうのすら微妙になっていて、 V4 も出てるしチョックなやつも出てるし、はただこう欧州車ベース、はい、ヨーロッパ車ベースのカテゴリーみたいな、どうか BM、KTM、あとアグスターとかグッチとか。そのレース活動じゃないけど、そのレース会場に、うん、インディアンっていないんですか？いないんですね、うん、いたら面白そうですけどね、出れるんですよね。だから FTR なんかよっぽど出れるから、はいはい、誰か来ないかなと思ってたけどやっぱ来ないね。出れれば面白いですよね。うん、FTR の方はよっぽど簡単に速く走れるこうバイクは作れるはずだから、誰かねやりたいっていう人がいればって感じだけど、うん、まだいないこれからですね、まあ、今ジョイライドって何年目ですか？11年ぐらいだったお店のなんか、うん、範囲というか、うん、何から何まで取り扱って全体ハーレー全体、ハーレーだったら一応全年式って言ってたんだけど、最近はそのバイクに乗るで、あとはツアラは基本エンジンチューンと車検以外やらない。あと西田さん自体は、うん、レース活動と、うん、バイク屋さんチョッパー、うん、レース活動、バイク屋さんの中のレース活動ですよね。そうだね、そうだね。はあ、でもチョッパーもやるんですよね。旧車のチョッパーもやるってやって、大好きだからね。で俺の中ではチョッパーとレースは何も変わらないからそっか、ベースは。そう、そう考えると今回あれですよね、横浜のショーも横浜はもう70年代っぽいフルモールディングチョッパーとレーサーと両方出すよえ、バガーは言っちゃいけないんですか？バガーはいや言っていいよ、言っていいんですよ、うん、バガーレーサーも作ってる。バガーレーサーもライハルから、あの、それもレースで走るんですか？レースで走る。俺の FXR のカテゴリーで、うん、そこの了承はもらったの。へえ。一応基本筑波サーキットでしょ、はいはい、で筑波サーキットとしてはまだバック付きは NG だ。練習走行はバック付きでは走れないけど、一応そのレースの日のそこの出走だけは認めてもらって OK はもらってるから、あのバガーレーサーっていうあのなりでレースに出れるようにはなった一応隊長がこういろいろと協力をしてくれて、じゃあこのレースだけは出ていいよっていうふうにこう OK もらったから、来年の春からは割と本気のバガーレーサーを走らせる。いいっす ね、ライバルがいるといいですね。一人だけだと、まあね、まあ本当はそれで2台でも3台でもっていればよりまたこう盛り上がるし、ね、ちょっと注目も浴びれていいんじゃないかなと思うんだけど、
まあちょっとバガーレーサーをマジで作るスタッフ本当ちょっと大変、うん、予算的に技術的に技術的にはこの予算的に相当かかるからそうっすよね。ベースがまずそうベースがだってもう、ね、高いですからね。ちょっといい感じのベースになっちゃうんですもんね。どうしてもそうでやっぱりツアーラーなんか最新型の方がいいに決まってるから、どうしても新しめの車両がベースでってなっていっちゃう。あのアメリカでよくインスタとかで見るあの、うん、ハーレーとインディアみたいにいるじゃないですか、うんうん、あれも今どっちが早いんですか。今どっこいなんや、どっこいなんですか、取って取られてみたいな感じそうなんですね、うん、本当拮抗してるからだから盛り上がってる。じゃあその2社が作るハーレーのバガーレーサーと、うん、インディアンのバガーレーサーがあったら、うん、面白いですよね。でライハルにもしかしたらそういうの叶う可能性がちょっとだけあるからバガーレーサーに関しては自分が乗るよりかはマシンを作る側に徹しようと思って、メカニック側、メカニック側、監督側、メカニック側に徹して逆にそのライダーに乗ってもらってどういう風にしたい、こういう風にしたいと、あと自分が見てる限りこうした方がいいだろう、あそこにっていうのをやっていきたいかなっていう。レーサーってすげえ多分レベルの低い質問ですけど、うん、試乗とかこの辺でできないんですもんね。そう、作ったらとにかく俺だったらつくばに持ってくしかない。持ってくしかないんですね。そうだ、毎回なんか仕様変更して試したくってもサーキット行って予約を取ってダメなら1本で帰ってくるじゃないけどそうなんですね。そうそう、だからやっぱレーサーはね、でもナンバーついてればまあだいぶいいけど、パッパッと兼用ってどんどんこう難しくなっていっちゃう。最初の頃は結構兼用できるんだけど、はい、レースの方に本気で行けば行くほど行動仕様にするのはちょっと面倒くさく感じちゃうから。レース活動としては、うん、もうどれぐらいやられてるんですか。多分ね20年ぐらいやってるけど、まともに前後差しついたのでちゃんとやり始めたのはここ7年ぐらい、うん、じゃあお店やる前からレース活動はしてた、うん、してた、うん、ただそのダブレルで7波のダブルエルが10年ぐらいあるからその時代があるんですよね。そう、その時代があるから、あそこはあんまりカウント、ね、レース経験はまあ多少はいいけど、だ本当ここ7年 が、うん、が割とこう濃かった7年というか、その前なんか、うん、なんていうんですか、ダブルエルとかで走る前はやったことなくて。あ、そうなんですね。そう、全くやったことでね、前にいた会社で 50cc のレースとかに、まあ、ちょっと流行った時期にちょこっとやったぐらい。でその時に 50cc から始める方がいいって先輩に言われて、そのサーキットのマナー的なところとか、はいはいはい、いろんなこうやっぱり怪我のリスク、値段とかね、もろもろ含めて50からやるのがいいよって言って、当時 NS50F かなんかを安く売ってもらって数回練習行ったくらい。あ、じゃあそれからもうハーレーですね。それからはハーレー、スポーツスター。スポーツスターも出てたんですか。うん。昔2003年に唯一新車で買ったハーレーが03の883R だから。それを買って。あ、スポーツから 50cc からスポーツ行って、そこから旧車行って、うん、でそれしばらくやって。で FXR 今に至るんですね、うんうん、でスポーツスターカップはまあちょっと頑張ってはいたけど、当時すげえ金もほんとないし、でレギュレーション結構厳しいレースだったから、うん、全然こう練習走行を走りに行ってほどでやってない、ほんとレースの時だけ出に行く。あ、それこそ兼用の報道とレース車兼用で、うんうんうん、であとはその走行会みたいなのがあったらちょっと走るレベルでしかやってなくて、で改めて前後サスペンションを勉強したいなっていうのと、 FXR からちょっと流行り始めた頃に走りがどうなのこうなのとかってよくみんな言ってたじゃん。いやいや、走りって言ったらお前、俺の中での尺はサーキットでどんだけいけるかが走りの尺だから、あ、そっか、 FXR でレースやればいいんだと思って、最初受けるオーリンズの人、サスメーカーもね結構各社電話したの、当然あれよないし、はいはい、ごっそり入れ替えるつもりでゆくゆくはね、ただスタート位置が分かんないから、はいはい、とりあえずまあ教えてもらって良さそうなとこから買おうで、まあアフターのサポートも含めてどこがいいんだろうって電話したらね、
まあ顕著に出るよね、差が。いろんなメーカーの。まあもう高々1ショップ、知らない1ショップからの電話だから、相手からしたら、うん、なんだけど、オーリンズがさすが、もうすぐ来てくれて、いやこれでやろうと思うんですってこう見せるじゃん。で、おお、これでやるのって言われて、いや僕これ好きなんです、なんでこれでこう最終的に筑波で早く走るようになりたいって言ったら、アドバイスをいろいろくれて、まあスイングアームのタレ角って考えたことないでしょ。考えてないです。タレ角が何度ぐらいがアンチスクワットがこうとかどうのこうのとかね、いろいろあるんだけど、だそういうのも含めて教えてくれて、まあ最初のみよね、はいはい、でまあまずは最低限走れるようにしてスタートして、でここからもうひたすら改善しまくってって感じで、ここ数年バイクがまともにできて走るようになった。え、そういうオーリンズとかもやったじゃないですか、うん、使って走ってみて、うんうん、まあ行動はまた別として、インディアンもなんかあれフォックスかな、うん、なんかのサスがついてるんですけど、うん、あ、めちゃくちゃいい、いい今現状ついてるやつは街中だったら本当超いいサス、うん、あ、そうなんですね。だああいう風にしたくて旧車をいじる、うん、あ、そうレベルで、あの角度とか、うんうん、なんかなんていうんですか、ハーレーってもうちょっと立ってるじゃないですか。あれはだから結局ね、ステンリキテン作用点の話になってきちゃうから、そこはもう設計の話だから、ちょっと俺らがそうルックスも含めて、あとはそのサスペンションとしての機能と、はいはい、デザインとで多分ああなったんだと思うけど、パーツの性能としては結構、まあ、行動仕様だったら抜群、サスペンションの設定としては最高じゃない、はい、あだから俺とかこういうのを改善するのはああいうのを目指してやる。そうなんですね。要は街中は絶対動いた方がいい、はいはいはい、よく動くけどしっかりしてるっていう、そのちょっと相反するけど、うん、それを目指したい。硬くする方って簡単だけど、やっぱりゴツゴツするし、いや街中のバイクってこう朝一超元気、はいはい、帰りめっちゃ疲れてるっていう、その差をさ、こうバイク側で補ってほしいってなると、バイク側は結構こう緩めにしといた方がいいんだけど、緩めにしすぎちゃうとちょっとスピード出してブレーキングとか時にすげえ船こむから、このピッチングって結構疲れちゃうじゃん、はいはいはい、だその辺を含めていいとこを取りたい、だからこう相反するけどしっかりしてるけどよく動くっていうサスを目指したいの、街中だと。あれはもうそれができてる、いやすげえなと思った。え、フロントも？フロントもフロントもめっちゃいい。統一かな？統一ですよね、うん、だ統一がいいとかじゃなくても、はい、サスセッティングが素晴らしい、セッティングが出来上がってる、うん、素晴らしい。へえ、そうなんすね。一番に感じたなそれ、これ前後サスの設定がめちゃくちゃよろしいなと思って、ハーレーも最近のはめちゃ具合がいい、うん、最近の量産車は本当基本本当水準が高いけど、あれはすごくいいですね。じゃあ一般受けするような、うん、だから誰が乗っても上手に乗れる、乗れるやつだ、うん、しどういうシチュエーションに行ってもそれなりにちゃんとこうしっかり踏ん張ってくれるセッティングになってるから、あれはすごいと思う、うん。旧車がダメなのってまさにアメ車って特にビヨンビヨンが標準じゃん、っていうのがやっぱり道路事情的にデコボコ多いところをね、割と速いスピードで走らせると思ったら動いた方がいいっつんで、昔はやっぱり基本どのメーカーもそうだし、ハーレーなんか特に前後とも減衰もそんなに効かないし、とにかくよく動くっていうのになってたんだけど、意外とそのピッチングのねあれが本当、ブレーキかけるとき、ブレーキかけるキャリパーが挟む、はい、でタイヤが潰れ、サスが潰れてようやく制動じゃん、はいはい、それがトータルで制動ね。だからブレーキを強くしちゃうとサス入るよだって入っちゃうから、もうガコンガコンって乗りやすくなるじゃん。だからそういうのとかもろもろ含めて、あれなんかラジアルのキャリパーで、キャリパーもちゃんと効くけど、その効く分をしっかりここも含めてトータルでこう吸収してコントローラブルにしてあるっていうのがすごい。トータルでできてるから効くんですね。そう、もうブレーキ強くしたから効く、ブレーキだけで考えたら効くけど、それが扱いやすいから別件になってきたから、その扱いやすさっていうのは結構街中で非常に重要じゃん。でさっき言ったように朝と帰りで体力差もあるし、で注意が散漫になった時にガッツンブレーキだったらさ、思わぬ立ちこけしたりするわけじゃん。そうですね。そういうのも含めてこう
いいところをこうなるべく取りたい、うん、ちゃんと広めに取ってレース用はそれをこっちに特化していく、そういう話だから。でも基本的にサーキット持っていくときも街中で走りやすい仕様にして持っていくのが正解。この間ちょうど日曜日に箱根のイベントがあって、今テイストオブつくばっていう日本アマチュアレースで一番集客がある人気のレースのトップクラスの人のバイクを貸してもらったの、うん、方なので、ね、うんうん、すごい速く走るやつ、すごい乗りやすかったいきなり乗ったことない人が乗って、なるほどと思った。もちろんとんがってはいるよ、セッティング的に、はい、なんだけど全然こう全く俺がポンってその日乗ってちょっと峠道走らせてもらったけど、やっぱそうだよねと思って。もちろんほらライダーに合わせてすごいとんがった仕様だったりポジションだったりっていうパターンはあるけど、それに関してはと、あとはそのスタートするときに聞いたのは、そういう乗りやすいバイクをベースに持ってって、そこからどうしたいからこれが必要を詰めていく作業がいい。何でもかんでもみんな強化なんとかとか、はい、なんとかかんとかっていう名前がさ、でブレンボも変な一番高いの買ってきゃいいんです、全部間違ってたら必要だからそれを買うっていう、自分の使用用途に合わせて、そう、何でもかんでも強化すると逆にいいところなくなっちゃったりするから、やっぱちょっと負ける場所っていうのは大事で、その辺のこうさじ加減がみんな大体強化なんちゃらってとかバイブレーションをこう少なくするパーツとかいろいろ出てるけど、良さがある分必ず悪くなるところがあるから、そこをうまくバランスしないと、ダイナなんかそういうこうリンク引っ張ってないんやかんっていろいろ出てるけど、俺基本的に一切つけない派だから、そう、逆に動いて殺せる部分を固めるから余計出ちゃうみたいなこともある。だからやっぱちょっとバイク側で逃げっつうのも意外と大事、がっちりかっちりやっときゃいいってわけではないんだ。だけではない。じゃあどの次元で使うんですかっていう話、街乗りなのか本当にトップクラスのレース出るのかっていうかとか、高速の高速巡航に的を絞るのか、とかその辺のこうどこに絞っていくかでやっぱりパーツが変わってくる。じゃあそれをメーカーは考えなきゃいけないんですね、こう一般売りってなると。そのメーカーはすごくストライクゾーン広めに取らなきゃいけないから、だから多分あのスロットルの味付けもそれで正解だ。要はね、乗ったこと大型乗ったことない人が乗っても、はいはいはい、ね、いきなり大パワーバーンって出ちゃったら危ないからだからその辺の逃がしだったりする味付けで今なんだと思うんだけど、それをこういろんな意味で受け止めるサスペンション、ブレーキとしては非常に、いやはちょっとフロントがね ABS 効くことちょっと効かそうと思ってフロントもやったんだけど、あ、ちょっとこれじゃったらタイヤ行くなと思って今回やめたのね。ただリアは ABS 効かせてみたんだけど、やっぱいいとこでちゃんと効くから、その辺のこう工業製品としての水準はすごく高い。あ、 ABS 効かせるって急ブレーキってことですよね。うんとね、止まりながら一番でグンって踏むの、そうするんだガガガってなる、うん、からだいたいロックしないってことですかね。そのロックグッ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 ってこうリアがスライドしづらくするためのフロントもすっぽ抜けるこうタイヤプンってこうスラ抜けちゃうのを防止するための ABS だから、リアなんかいいとこでちゃんとカッカッカッって効くし、だからもうこの辺はハーレーの ABS も最初ちょっと半信半疑だったから、自分でちゃんと自分でダイナ買ったのABS 好き、もう納車された瞬間に ABS どこで引くか試したりしたら、ハーレーでもすげえよくできてて、うわこれはちょっとは最初もう外してやろうと思ってたんだけど、これだと外さなくていいなって思うぐらいいい。だからまあそういう意味ではこう幅広いユーザーに、ね、こう高い次元の乗りやすいバイクっていうのはすごく感じたよ。ありがとうございます。逆になんかこう気になって、うん、これは嫌だなみたいなところってなんかちょっと嫌だな、ここ、まあ、量販品ですけど、うん、レバーレバー、うん、ちょっと操作がしづらい、まあ、慣れですね、それは慣れ。だからクラッチのつながりとか、うんうん、シフトチェンジした後の再加速の時の、うん、このガクン具合とかは、うん、まあ慣れ、ちょっと帰ってくる時にちょっと慣れたけど、うんうん、やっぱそこら辺ぐらいかな。それ以外ほんと何もない。ポジションはほらどうせ吊るしなんか合わないから、はいはいはい、あんなん自分で変えてね、うんうん、合わせればいいとしたら逆言うと不満ゼロ。
潰しで乗ったとしても潰しで乗ったとしても、ただ心は劣らないただバイクに乗る、俺ですよね、レーサーで提供しますよなんつったらちょっと面白そうじゃないですか。だからそういうだから提供の話だったらやる、うんうん、でレースこれで盛り上げてくださいみたいな、そうそこ上げ、そう、そういう話だったら逆にバカレーサーチャレンジャーもらうよりかは俺はあれが欲しい、うん、あれとかあれのスタンダードマジで、そうかチャレンジャーはでかでかすぎるんですか、でもベースチャレンジャーですよね。そういや、これバカレーサーは自分が乗るものとしてね、うん、思ってないの。ちょっとバイクがでかいから、でかい、でかい、確かにでかいです。俺のサイズ感だとちょっと扱いきんないし、うん、あれに扱うこと、あれを早く走らすことに対しての熱がちょっとないから、あと20センチぐらい背高くて20キロぐらい多かったらそれでも好みの話よ多分俺やるんだったらあっちベース、アメリカであっちで走ってるんだよね。あ、そうなんですか。そう FTR じゃなくて、うん、ビッグツインクラスがあるね。あ、で FTR はスーパーフーリガンズだから、はいはい、クラスが違う。なんかビッグツインクラスでね、アメリカいるんですね。チーフベースでかっこよく出てる人いるの。ちゃんとレーサーになってるんですか。なってる。最後すみません、ありがとうございましたっていうのを取らせてください。すみません、今日はお忙しいところありがとうございました。はい、ありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。ちゃんとしようと思ってメーカーのやつ、ね、今がちゃんとなってないじゃん。今後ともまあ俺らのちゃんとはこんなもんだからね。次これが限界ですよ、ちゃんとする限界です。助かります。また今後とも事故なく、はい、よろしくお願いします、はい、ありがとうございます。失礼します。